どれですか。こっち、この、これ。これが消えないんですか。これ。こっちによって。で、最初からしましょう。はい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 。はいはい。あ、大きくなりません。あ、じゃあ大きくしときます、ね。はいはい。はい。はい、こんばんは。始まりますね。もう間もなくです。よろしくお願いします。あんたは愛されてるラジオです。ハレルヤ、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ハイサイグスヨーチューガナビラ、あなたは愛されてるラジオの時間です。この番組はイエス・キリストの愛をお伝えする福音放送です。福音、幸福、幸せの幸福の福に音楽の音、音と書いて福音と言いますね。福音、幸せの知らせ、良い知らせ、英語でグッドニュース、そのままですね。今からおよそ2000年前に私たちを救うために神が人となってこの地上にお生まれになりました。この方こそイエス・キリストです。このお方を救い主として心に受け入れるならば、私たちの人生は新しく生まれ変わります。私たちは新しく生まれ変わりますね。イエス様が私たちと一人一人の人生と共に歩んでくださります。神様によって祝福される人生へと変えられます。神様はあなたを幸せにしたいと願い、イエス・キリストを送られました。そんな素晴らしい約束が神様の言葉をまとめた本、聖書に書かれています。神様は必ず約束を守られるお方ですよ。そんな神様の愛を分かち合う番組、あなたは愛されているラジオです。あなたは心の底から、心からイエス・キリストに愛されていますよ。この放送を担当します沖縄ゴスペルファミリーチャーチの宮地ひかるです。私自身がイエス・キリストを知ったのは、イエス・キリストを救い主として受け入れたのは、もうというかまだ14年前の夏ですね。44歳でね、初めて神様イエス・キリストの愛を知りました。そして受け入れてから人生が本当に生まれ変わりましたね。素晴らしい人生と変えられましたね。それまでは大変でした。私は薬物依存症、本当に生きるか死ぬかという瀬戸際で沖縄に逃げてきましたけども、沖縄でイエス様に出会い、人生変えられましたね。それからもちろん薬も酒も、断つことができて、こうして神様の素晴らしさ、神様への感謝、本当にイエス・キリストの愛を、こうして放送できています。感謝ですね。この放送は今生放送で、FM ギノワン、これから1時間お送りします。そしてあさってですが、朝、FM 講座朝10時から1時間、収録でお送りしますので、こちらもよろしくお願いします。こちらはおはようございますですね。はい、さあ今現在生放送、木曜日の夜ですけれども、12月16日、クリスマス近づいてきましたね。もう1週間ちょっとですね。来週の土曜日、クリスマス。クリスマスはキリストマスですよ。イエス・キリストの誕生日ですね。そしてもうね、日本中、また世界中の各地でね、クリスマスはお祝いされますけども、イエス様が、救い主がお生まれになった日、本当喜びの日ですね。この地上に
暗闇に光が、神の光が、栄光の光が表された日、クリスマスですね。今日も、イエス様誕生日おめでとう3ということで、クリスマスにまつわる話、聖書の朗読をお送りしたいと思います。これから1時間よろしくお願いします。あなたが愛されているラジオ始まりました。改めてこんばんは、こんにちはですね、おはようございますでもありますがすいません、さあ、木曜日なんですかね今日は、どうですかねコロナウイルス、ちょっと増え始めているんですかね日本はね。新しいウイルスも、オミクロン株っていうのも流行り始めてますし、まあ、年末年始ね本当に、忘年会とか、まあ、いろいろあると思いますので気をつけてくださいね。本当に、ナックルナイサー誠総計、やることをやったら大丈夫だよっていうね沖縄の言葉ありますけどもね、はい、やることをやって本当に良い、年末年始、まあ、その前にクリスマス迎えていきたいと思います。はい、さあ今日は、イエス様誕生日おめでとう3ということでね3回目お送りしたいと思いますが、先週も聖書からイエス様の誕生の物語の場面をですね、こういう場面をクリスマスキャロルと言いますね。物語の断片、まあこうまあ、断片的に書かれてますね、新約聖書イエス様がお生まれになって神救い主がこの地上に生まれてから神様の契約神様が人間私たち人間に対してしてくださる素晴らしい約束が新しく、まあ、更新されますね、はい、この更新されたから新しい約束新しい契約ということで新約聖書と言いますけども、まあ、旧約聖書古い、約束合わせて、まあ、4分の1ぐらいの分量ですね。新約聖書はですね旧約聖書の方が4分の3で3倍ぐらい多いですが、新約聖書の最初に福音書、福音書良い知らせ、イエス様の誕生に誕生からイエス様が十字架にかかり、そしてよみがえり天に昇られるまで
そして弟子たちの物語がその後、ね、続いていきますけれども、福音書4つありますね、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書、4つあるうちの2つ、マタイの福音書とルカの福音書、この2つに、イエス様の誕生、クリスマスの物語、クリスマスキャロルが書かれていますね。今日は、マタイの福音書2章、1節から23節丸ごとですね。ここは、イエス様の誕生にまつわる、東方の三博士が訪ねてくるという、まあ絵本とかでね、先週は羊飼いのところに御使いが来て、救い主があなた方のために生まれますよっていう物語読みましたけども、ルカの福音書ですね。今日はそれと、まあ、同時期というかね、まあ、ちょっと後で話しましょうね、イエス様が生まれてから、東方から三博士、まあ、この場所がねどこか、まあ、メソポタミアと言われてますが、イスラエルの今でいうイスラエルの国の、ベツレヘムというところまで博士が訪ねてくる、3人の博士が訪ねてくる、まあ、博士っていうこれね、まあ、占星術、星を見ることのできる人たちだったと言われてますけれども、その人たちが祝福するために、イエス様を祝福するために、救い主を祝福するために訪れますね。そこの物語を読みたいと思います。さあ、まず1曲聴いてください。クリスマスの賛美ですね。1曲目はエサイの音より聴いてください。エサイの音よりでした。はあ、もう本当に教会で
しか聴けないような感じの曲ですけども、まあ、賛美歌というちょっとね、聖歌よりも古い時代の曲で、あんまり自分なんかは教会では歌わないですね、でもなんかね、本当に落ち着く静かな気持ちになりますね。エッサイとか言いますけども、この方は、実在の人物、ダビデ王のお父さんですね。エッサイの根より、まあ、エッサイの家系からダビデ王、それからソロモン王、その、まあ、1000年近くあと、まあ、ダビデ王からだいたい1000年後に、ダビデの家系から、まあ、その前から言えばエサイの根よりイエス・キリストは、生まれてきたというね、もうダビデもあなたの子孫から救い主が、メシアが、キリストが生まれるよって言って予言されてるわけですね。あ、長いですね。ダビデより前にも、まあ、こう救い主のことっていうのはちょこちょことね、示唆されていますけども、まあ、それほど長く待望した、待ち望んだイエス様の誕生日がお生まれになったの、クリスマスですね、はい、救い主、人類を、私たち一人一人を救う、人生を救う神様が人として生まれになりました、うん、喜びの日ですね。はい、さあ今日は聖書、そのクリスマスの物語、イエス様の誕生の物語、3回目お読みしたいと思いますが、今日は、マタイの福音書2章、ですね、1節から23節丸ごとですね、2章ね、はい、お読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むから、と言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して
私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている。その子らのゆえに慰めを拒んでいる。子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにヨセフに現れていった。エジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロドに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。アメン。はい、もうなんかね、壮絶な物語ですね。イエスの誕生を聞いて、遠いところから3人の、星を見る星を見て、出来事を判断する、予言することができる、博士たち3人が来て、救い主がお生まれになったようですって言って、当時の王様、ヘロデ王っていうね、ちょっと悪い王様ですね、邪悪の王様ですけれども、救い主、王の中の王とかね言いますね、が生まれにと来て、嫉妬して、俺以外にそういうものが生まれてはならないっていうふうにね、心の中で思ったわけですね。そして、博士の言ったことから換算して、生まれた子供たちを、2歳以下の子供たちを皆殺しに、この地方の、子供たちを皆殺しにしたというね。しかし夢でお告げがあって、親であるヨセフ、父親となったヨセフと、そしてイエスを産んだ母マリア、この2人はお告げによってエジプトに逃げる、身を本当にかわして命が助かるですね。そしてヘロデ王がいなくなった後、またイスラエルにエジプトから戻ってくる。エジプトとイスラエルは接してますからね。でも本当にね、2歳になるかならないか、そういう時にですね、本当に過酷ですね。先週読んだ、羊飼いたちのイエス誕生の場面も、生まれた場所、家畜小屋ですからね、家畜小屋で生まれ、そして、また当時の王様によって殺されかけて逃げるという、過酷ですね。物心つく前から本当にイエス様、過酷な中を、生き延びて、成長していくということですけれどもね。はい、ここの場面ですね、よくクリスマスの物語で絵本とか、そういう子どもたちに見せる映像とかによると、羊飼いとこの3人の博士がですね、同時に、家畜小屋で生まれた、貝羽桶に入れられたイエス様をこう拝むで、本当に救い主の誕生を喜ぶっていう場面が出てくる時がありますけれども、ちょっとね、実際は時間がずれているのではないかっていうふうに言われてますね。生まれたところ家に入りとかねありますから、家畜小屋、とか、貝羽桶
に寝かされたとかその場面が出てくるって家、それから、緑子とかね、まあ、生まれたばかりの赤ちゃんっていうふうにもう一つの、ルカの福音書では言ってるんですけど、ここでは幼子と言ってますしね、それから星の現れた、ところから計算して2歳以下の男の子を皆殺させたとかってありますから、ちょっとタイムラグがあって生まれたばっかりじゃないっていうね、まあ、遠くからね星を見て、誕生を告げる星を見て、まあ、テクテク歩いてというか、まあ、ラクダかね、何かに乗って、遠いところから何百キロ、まあ、千キロとかね、歩いてくるわけですね。なんかちょっと絵本で見たところによると、三博士の一人はインドから来たっていうね、インドは遠いですよね、そういうあの絵本を読んだことがありますけども、その辺は聖書に書かれてるんではっきりしませんけども、まあ、メソポタミア、今バビロニアから来たんじゃないかって言われたりしてますけどもね、自分がよく参考にします新聖書ハンドブック、ヘンリー・ H ・ハーレーが書いた聖書ハンドブックにはこう書かれてますね、博士たちの来訪、これはイエスの生涯40日目から2歳までの間に起こったに違いない、おそらく2年はしなかっただろうが、星を最初に見た時から、博士または賢者たちがエルサレムに着くまでにはいくらか時間がかかったであろうということなので、おそらく、もうあの家畜小屋ではないですね、場所がね。そしてヘロデが博士たちからたちが戻ってこないことに気づくまでにもいくらか時間がかかった。そこでヘロデが博士たちが戻ってこないことに気づくまで、ヘロデのところに 戻ってこないんですよね、夢でお告げを受けてね、あこれ行ったら危ないっていうことでね、はい、いくらか時間がかかった。そこでヘロデはことを確実に行うために、これに達しないものは全てという上限を設けた。もはや緑子は時々絵にあるような貝羽桶の中にはおらず、家にいたことは分かっている、はいですね。だから、まあ、このハーレはねちょっと長く見積もって、生後40日目から2歳までの間に起こったに違いないっていうことを書いてますね。はいはい、博士たちがどういう人たちかというと、この博士たちは学者階級に属し、王の助言者であった。バビロンかその向こうの国からやってきた。そこは人類発祥の地、アブラハムの故郷、ユダヤ人捕囚の地で、なお多くのユダヤ人が住んでいた。博士たちはおそらくユダヤ人の聖書に親しみ、来たるべきメシアなる王への期待を知っていたのであろう。そこはダニエルのいた土地であり、ダニエルの予言も知っていたのであろう。彼らはヘロデに謁見したことから高い地位にあったと思われる。普通3人の博士あるいは三賢者というが、聖書には人数は書かれていない。もっと大勢で、おそらく何十人もの随行者を伴っていたことであろう。盗賊の出没する地域を1600キロ、1600キロって書いてますね、これはアブラハムの故郷ですね、はい、1600キロも旅することは少人数では安全ではない。博士たちのエルサレム到達は全市を騒がすほどの重要性を示していた、まあ、大人数でね、おそらくラクダか、多分ラクダでしょうね、に乗って、もう本当に隊列を組んでくるわけですから、びっくりしたでしょうね、首都エルサレム。そして、ベツレヘムはすぐ近くですからね、博士たちは新しく生まれた王に対して国々が進化の礼を取ることを象徴した。いつの日かこの王はあらゆる国民によって礼拝されるのである。博士たちの来訪の目的の一つは、彼ら自身は知らなかったが、幼子がエジプトへ逃げる旅費を届けることであった。両親は貧しく、博士たちが持ってきた黄金や高価な贈り物がなかったら、ヘロデから逃げることはできなかったかもしれない。博士たちの贈り物はイエスの生涯と死の予表として、解釈することもできる。黄金は王であることを表し、王としてのイエスを予告する。乳香は天へ昇っていく大祭司の祈りの象徴で、
大祭司としてのイエスを予告する。もつ薬はしばしば死者に塗る油として用いられイエスの死を予告する。博士たちが故郷の国々へ帰ったことは彼の後の福音の宣教の道備え、後の福音の宣教の道備えとなったであろうというふうに書かれてますね。はい。そして、まあ、このプレゼント、を原資としてこれを使ってエジプトに逃げることができた。でエジプトに滞在してまた戻ることができたっていうねことですね。はい。素晴らしい神様の計画であります。さあ、曲聴いてください。雨には栄えですね。
あなたは愛されているラジオをお送りしております。さあ、クリスマスカロル、キャロル、イエス様の誕生、クリスマスの場面を紹介しておりますけれども、東方の三博士の場面ですね。新聖書ハンドブック、ヘンリー・H・ハーレーの書いた本からもう少し解説を読みしたいと思いますけれども、この博士たちが見た星っていうのがどういう星なのかということで推測を3つ挙げてますね。1つは超新星、あるいは新星、新しい星がですね、爆発が起こって急に星が現れた可能性。でも、まあ、イエス様が誕生した、実際に誕生したのが分かるわけですね。およそ2000年、2021年というのがキリストの誕生日からですけれどもですね。だけども実際はその、4年から6年ぐらい前、に実際は生まれになっているということで、その頃に超新星の誕生の記録はないそうですね。それから彗星、ハレー彗星のような、これもではないか、まあ、ほうき星ですね。絵本なんかだったらね、ほうき星のようですから、これが一番近いイメージですけれども、これもイエス様が誕生した実際の年、BC6 年、5年から6年ぐらいの頃には、ハレー彗星は来てない。その後、その前ですか、BC11、12年から11年に、実際にハレー彗星は見えてたそうです。だからちょっと時間がずれてますね、5、6年ね。はい。それから惑星の会合、これは、前、BC ですね、7年から6年には土星と木星と火星の3つの惑星が近くに集まって見えた。お、これは大会合として知られる、っていうのもあったかなと言うんですけども、でもあれですよね、エルサレムに来てからその後博士をですね、自分たちの故郷で見たその星がまた現れて、イエス様の生まれた場所まで、家の上まで導いていったっていうから、ちょっともね、普通の現象ではないですね。だから結局重要なのは、神が超自然的な手段によって、自然の出来事を超自然に、あ、まあ、どっちにしろ自然の出来事ではあったか超自然的であったかわからないけども、博士たちを異邦人の代表として、やがて全ての王となるユダヤ人の王を礼拝するように導かれたのは、まあ、ということで、ということですね。はい。それで先ほどの、イエス様が両親と一緒にエジプトへ逃げますね。そこの場面のことですが、メシアを期待する、キリストを期待する、まあ、救い主ですね、メシアを期待する予言の長い系列の中で、時間のこう流れですね、予言の長い系列の中で、こうした事件さえも神の正確な目の中にあった。エジプトへの逃避を指令した見つかいは多分ガブリエルであろう、大天使ガブリエル。神はガブリエルにこの幼子の死後をお委ねになった。エジプト滞在は短く、おそらく1年か2年だけであった。まもなくヘロデは死に、期間は安全となったからである、その後ですね、キリストの到来を信じた人々が自分の力でそれを妨げることができると考えるほど傲慢であったことは愚かしい、ことである。これベツレヘムでヘロデ王が子供たち、もうこのイエス救い主を本当に殺してしまおうと思って、たくさんの子供たちをもう根こそぎ殺してしまったという、壮絶な事件ですね。まあ、キリストの到来をもうなくしてしまおうと考えたわけですね、ヘロデはね。はい。さらにエジプトよりの帰還、これも見つかりによって指図された。22節、もう最後の方ですね、22節からは、ヨセフはユダのベツレヘムへ帰ろうとしていたと思われる。先祖のダビデの町こそ幼子メシアを養育するのにふさわしい場所と考え、
永住の地とするためにである。しかし神のご計画は異なっており、彼らをガリラヤのナザレと呼ばれる町の故郷へ返された。まあ、これは本当に田舎ですよね。エルサレムから言ったら100キロ以上離れて、まあ、ちょうど沖縄の那覇をエルサレムとして考えると、まあ、ベツレヘムはすぐそばですね。10キロとか20キロ以内ですかね、距離的にね。そこから100キロ以上離れた、北の方に離れた場所っていうと、沖縄でいうと名護とかも、もっと上ですね、東村とかそういう場所にありますが、そこに、ガリラヤ湖っていう湖があって、その近くにナザレっていう、まあ、本当に田舎町がありますね。そこに、帰るわけですね。彼らをガリラヤのナザレと呼ばれる町の故郷へ返された。ルカはここが、イエスの生まれる前のヨセフとマリアの故郷であったと述べている。マタイが特に指摘しているのは、それがこの方はナザレ人と呼ばれるという予言の成就であったということである。その通りの言葉は旧約聖書に、見当たらないが、預言者は蔑まれるという旧約聖書の予告を指していると思われる。別の一般的な意見は、マタイはナザレ人イエス、すなわち若枝なるイエスのことを述べているというものである。枝を意味するヘブル語はネセル、ちょっと難しいですねこの辺ね、枝を意味するヘブル語はネセルだからである。マタイはここで言及している予言は、まあ、このイザヤ旧約聖書の部分ですねに書かれてるんじゃないかと。そこではメシアは若枝として描かれている。これはイザヤ、エレミア、ゼカリアで書かれている。若い枝、エッサイの根から生まれた若い枝、それが救い主イエスっていうような予言がですねあったということですね。まあ、ナザレでっていうのもすごく田舎でですね、こんなところから救い主が生まれてくるはずがないっていう偏見が当時の宗教指導者たちにあったわけですね。ナザレ人から救い主が、メシアが生まれるわけないだろうっていう、ね、偏見があったんですけど、でも聖書の予言にはそこでメシアがお生まれになるっていう予言をねがあったわけですね。はい、それを成就したのがイエス様ということですね。はい、さあ曲聴いてください。これは荒野の果てに、
荒野の果てにでした。さあ、エンディング近づいてきましたけども、いつもお読みしているマザーテレサの日々の言葉と、それから小売店ブームの日ごと新たに、毎回いつもお読みしておりますけども、今日2つ読みたいと思いますね。クリスマスにまつわる話ですね。まずは、小売店ブームの日ごと新たにから、12月24日、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。ヨハネの福音書3章17節。クリスマスに何を加えることができるでしょう。神の動機は完璧です。神はこの世を愛してくださったのです。神の贈り物は完全です。神はその一人子を神はその一人子をお与えて、与えてくださったのです。ただ一つ私たちに求められていることは、彼を信じることだけです。そして信じる者には永遠の命が与えられます。祈り、主よ、あなたの御霊によって、あなたがこの世に来られたその勝利とその喜びをもっと知ることができますように。そして私が今まで以上にクリスマスをお祝いすることができますように。はい、まあね、この間から読んでおりますけれども、私もイエス様の誕生まだね10年ちょっとしかね、聖書とか読んで、あるいは教会でねメッセージ聞いて、まあこういろんな本を読んで勉強してですけども、あれですよね、本当に敷居が低いですよね。もう生まれた両親となる人は、エリートでもありませんし王族でもありませんね。まあ血筋は1000年前のダビデの家系だっていうことは あるけれども、1000年経ってヨセフはもう本当に貧しい大工さんですね。父となる、育ての父となるヨセフはそうですし、マリアも、まだ幼い、本当にね15歳16歳、そんな年齢の、普通の経験は経験深いとはいえ普通の、まあ、女の子女性ですね。はい、また、場所がお家じゃなくてですよ、家畜小屋で生まれるっていうね、もうホームレスですよね。本当にホームレスとして生まれる。そして、時の王様に、妬まれ殺されかけて逃げる。まだ物心つく前にエジプトに逃げる、戻ってくる、まあ、そういう本当にね苦難の連続ですね。そしてまたエルサレムとかベツレヘムとか、本当に、賑やかなところ、首都とかそういうところに行ったんじゃなくて、もう超田舎で育つ、こんなところに救い主は出てこから、このナザレなんてところから救い主が出るはずがないとみんなが思い込んでるところで育つっていうね。しかも30歳ぐらいまでは普通の大工の息子として、過ごすわけですからね。まあ、本当にどんな人も、どんな弱い人も、病気の人も、エリートでなくても、そしてですね、何か罪を犯した人も、あるいはホームレスも、皆が救われるためにイエスはこういうね、お生まれを なされてるわけですね。そして最後十字架にかかられるっていうね、もう本当意外性の王の中の王ですね、神様ですね。はい、そのことを覚えてね、救い主の誕生をお祝いしたいと思います。さあ、もう一つマザーテレサ日々の言葉より、お読みしたいと思います。これは12月の5日マザーテレサの言葉よりですね。私たちは神を見出す必要があります。神を創造しさや落ち着きのないところで見出すことはできません。神は
静けさの友です。沈黙の祈りを実践すればするほど、活動においてもっと多くを与えることができるのです。大切なことは、私たちが言っているのではなく、神が私たちにおっしゃること、そして神が私たちを通しておっしゃっていることなのです。はい、静けさの中で神様の言葉に耳を傾けましょう。まあ、クリスマスシーズンね、街は賑やかで、本当に1年のうちで一番賑やかなんじゃないかと思いますね。そういう、まあ、賑やか、まあ、これはこれでね、ワクワクして楽しい時期ではありますけれども、同時にイエス・キリストの誕生日を覚えて、静けさの中でまた心を静かにして過ごし、神様の計画、神様の思い、考えに、言葉に耳を澄ましたいと思います。さあ、エンディング近づいてきましたね。終わりにあたり、イエス・キリストはあなたを愛しています、だからイエスはこの地上に生まれ、そして十字架にかかりました。3日後に死を打ち破ってよみがえられました。イエスの十字架はあなたへの神の愛の証です。その出来事が自分のためにあったと信じるなら、あなたの人生は新しくなります。あなたはこの世界を作られた神によって愛されています。そしてイエス・キリストを通してあなたを幸せにしたいと願っておられます。それはあなたを愛してやまないイエス・キリストがあなたと共に一緒に歩んでくださる人生です。神は愛です。どうかイエスの誕生、イエスの十字架を知ってください。そしてイエスの愛を受け入れてください。はい、今日は、神様の話聞いてくださってありがとうございました。昼夜晩寝、神様の話、君装置、一平二平デビタ。はい、それではまた来週お会いしましょう。素晴らしい週間となりますようにお祈りいたします。 God bless you。ツイキャスをご覧の皆さん、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。God bless you。はい、お疲れ様です。